今回ね、ビデオブロガー用のソニーのこの高いカメラを買いました。私ね、生涯で初めてこんな高い、デジカメを買いましたね。デジカメといってもこれね、ムービー用のデジカメで、こう、ZV-1G っていうんですけども、多くの YouTuber さんが紹介してるのを見て欲しくなりましたね。いや、これ特徴的なのは、なんですかね、商品紹介モードっていうのがあって、こういうふうにね、バッとね、商品を目の前に出しても、ズームがこっちの商品に合うんですよね。で、今のクールピクス、今撮影してるこのカメラはクールピクスなんですけども、これです、同じの。これね、中古で1万円ぐらいのを何個か買ってるんですよ。で、これと比較するのは変なんですけども、大きさはほとんど一緒でしょ？で、厚みが、やっぱりね、こっちの方が大きいですね。で、上、こんな感じです。ボタンは両方ともシンプルですね。で、バリアンブレーキ章って言って、こういう風にね、こっちもなんですけども、こういう風に液晶が倒れるのは一緒です。で、上のね、なんか顔で閉めましたけど、上のボタンが結構大きくて押しやすいのも一緒なんですよ。うん、で、下の方もシンプルですね。うん、まあ、これからこれ使ってやるのかなと思ったらちょっと嬉しいんですけどもね。うん、これかなりいいんですよ。あと今ね、電池入れてないんで電源入りませんけども、付属品としては、あ、ここ、マイクがでかいんですよ。で、このね、ふさふさをここにはめれるというね。そうするともう雑音が入らないという感じでございます。これね。これがすごいビデオブロガー向けだなと思います。で、バッテリーがこういう風についてます。まあ私の場合はこのバッテリー1個じゃ足りないと思いますんで、早速バッテリーをね、何個か買い足そうと思いますけども。あ、破れちゃった。乱暴ですね。ランボルギーニ。で、入ってるのは、バッテリー1個とバッテリーケースですね。これバッテリーのこう入れておくやつですね。で、ジンバルですね。ジンバルっていうのは、このカメラの下につける棒です。三脚みたいなやつですね。こういうの。これもセットだったんで、まあ10万円超えちゃったんですけども、ほら、こういうふうにね、三脚みたいに置いて、カメラをこうできるというね。で、これ、なんか聞いたところによると、あ、こうか。カメラをね、つけたまんまで、これがこっち行ったらこっち行ったりできるんですよ。で、ワイヤレスで、線なんて一本も本体につながずに、ワイヤレスで、この辺も操作できるというね、優れもんです。ちなみに電池がいるのかな、これ。どうなんでしょうね。よいしょ。あ、ここに電池が入るみたいですね。こういうふうにね。こういうふうに。電池入ってるのかな？あ、電池入ってますね。電池はちゃんと入ってます。この入れ物と、これから電池が、こういうのが、丸いのが入ってますね。これをこの中に入れて使えるようになるのかな。うん。よし。ということで、ジンバルセット買いましたね。いやー、これからね、ビデオライフ、さらに楽しみですね。いい動画で皆さんにお届けできるんじゃないかなと思います。今回、こういうのを買いました。うん、あまり細かい説明できなくてすみません。もっとね、これをちゃんと紹介していらっしゃる方がいっぱいいますんで、そちらの方をご覧いただければと思います。まあ、私はそういうのをね、あんまりやらずに、まあ、このカメラをこっちに買い替えたよみたいな報告だけですね、今回はね。はい。じゃあ、以上です。ありがとうございました。